ゴスパー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は2143人で、軍庁所在地はエルウッド。ゴスパー軍は隣接する同村軍と歴ントン小都市統計地域を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートでゴスパー軍の車両は最初の数字が73になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を 確立した際、ゴスパー軍の車両登録台数が州内の軍の中で73番目に多かったからである。ゴスパー軍は1873年に組織され、ネブラスカ州長官のジョン・ジェイ・ゴスパーにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1198平方キロメートルである。このうち1187平方キロメートルが陸地で、 12平方キロメートルが海や湖などの水面である。総面積のうち0.99%が水面となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ゴスパー軍には2143人、863世帯及び655家族が暮らしている。人口密度は2平方キロメートルで1。 平方キロメートルの平均的な密度に1281件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.79%、黒人0.14%、アジア系0.23%、先住民と太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.42%、および本欠0.42%で1.26%の人々がヒスパニック。 または、ラテン系である。ゴスパー郡に住む863世帯のうち、29.90%は18歳未満の子供と暮らしており、69.10%は夫婦で生活している。3.90%は未婚の女性が接待種であり、24.10%は家族以外の住人と同居している。22.80%は独居で、 全世帯の10.50%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.42人であり、家庭の場合は2.83人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がーセント。 45歳以上64歳以下が26.00%及び65歳以上が20.80%となっている。平均年齢は43歳である。女性100人に対して男性は102.00に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は101.40にいる。 軍の世帯ごとの平均収入は36,827ベイドルで、家族ごとでは42,702ベイドルである。男性の28,836ベイドルに、対して女性は21,204ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,957ベイドルである。総人口の7.90%、 家族の4.80%は貧困線以下である。18歳未満の子供の11.10%よび65歳以上の5.00%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。